ねお母さん、竜宮城ってここなんだって。竜宮城かよ。勇気がねえわけだ。ベトナムと日本語、遠いようで近い感じがしませんか。ここはどこだ。ベトナム、ハノイだよ。海の昔の恋人で映画。ちょっとやめてよ。昔の恋人なんかじゃないわよ。ありがとう、私たちをベトナムに行かせてくれて。バカげた決断でも迷っているよりはいいんじゃないかって。失敗だったら教訓にすればいいってさ。あなたはちっとも変わったな。初めてだよ。この街で出会い、100年経っても叶わない、夢を見たりしたけど、調子はどうだい、元気でいるか。たまにはこれからはここでのんびりと暮らそう。早く食わしちゃい、サメにうち早く食わしちゃい。